平成30年台風第24号は2018年9月21日に発生し9月30日に日本に上陸した台風である。進路図9月18日にマリアナ諸島近海で形成した低圧部が初各時に熱帯低気圧に発達。合同台風警報センターは同日18時に熱帯低気圧形成警報を発し、 21日6時に熱帯低気圧番号 28W を付番した。熱帯低気圧は21日15時、マリアナ諸島の北緯15.0度、統計143.7度で台風となり、アジア名チャーミーと命名された。9月中に台風24号が発生するのは1994年以来24年ぶりである。台風は23日18時に、 フィリピン大気地球物理天文局の監視領域に侵入したため、フィリピン名、ペーンと命名された。台風は25日0時には猛烈な勢力に発達し、フィリピンの東の海上で速度を落としつつ北上し、29日には南西諸島に最接近した。台風は、久米島付近で北東に転向し、30日20時頃に中心気圧960ヘクトパスカル。 最大風速秒速40メートルの大型で強い勢力で和歌山県田辺市付近に上陸した。台風は上陸後さらに速度を速め、10月1日9時に日本の東の北伊41.3度、東経144.2度で温帯低気圧に変わった。台風の接近により南西諸島や静岡県、 南関東など東日本の太平洋側を中心に記録的な暴風となり、全国55地点で最大瞬間風速が観測史上最大を記録した。また、紀伊半島を中心に高潮となり、過去最高潮位を超えた地点があった。九州、四国、東海などでは大雨となり、30日夜から1日未明にかけて、愛知県、静岡県、山梨県で、 相次いで記録的短時間大雨情報が発表された。一方で、同年の台風21号で甚大な被害を受けた大阪府はこの台風に対しても最大限の警戒を行ったが、結果的に軽傷者3名という軽微な被害に留まっており、進行方向の西側では威力が相殺されたことが指摘されている。 台風24号により根元から倒壊した樹木台風24号により倒れた神沢寺のお初つき町2019年8月20日13時現在、軽傷が10人以上いた県のみ、交通整理と余発しない交通への影響太平洋側の野菜産地で塩害が発生し、千葉県では大根やキャベツが枯れる被害が発生、愛知県ではキャベツやブロッコリーに被害が発生。 イベントスポーツ保険金支払い件数、支払い保険金は見込みであり、支払い保険金は1000万円単位で、死者購入して算出しているため、各項目を合算した値と合計欄の値が一致しないことがある。その他、ありがとうございます。